島から鶴ヶ洞、めちゃくちゃ桜がすごい、すごいですね。今からじゃあお城の中に入っていきましょう。皆さん城に楽しんでってください。城に城、今堀ですかね、ここは。そうですね、ちょっと水がなくなってますけど、昔はちゃんとあったんですけど、ここ綺麗ですね。奥の方でも水ありますね。あ、そうですね、うん、あ、いいなお城、めちゃくちゃ綺麗だね。桜が、石垣があって、これはそうですよね、職人が、石切り職人が、すげえ。みんな楽しんでってね。風船10個、3B5 プロダクションさん、どうも。天守閣登れる？銃の跡が発見。え、銃の跡？銃痕ですか？え、それは白虎隊のですか？戊辰戦争？うわ、銃痕だ、本当だ。え、すごい、すごいですね。へえ、あ、本当だ。だって穴開かないですもんね、普通に。はい、トンカチでやるわけ。結構いっぱい開いてますよ、上の方とか。すごいな、ここにもありますね。これ銃の跡なんですかね。だと思いますけどね。すごい、なんか、はい、要は上から撃ったんでしょうね、多分。この塀の上に兵隊がいて、こっから入ってくるときに、こう上からバンバン撃ってここに当たったみたいなですね、これは。すごい、あ、人いっぱいいる、いっぱいいる。寒い寒い寒い、めちゃめちゃ寒いです、福島会津は。美味しい、あとあれ超美味しかったですよ、天ぷらまんじゅう。ごちそうさまでした、ふぐちゃんに。お蕎麦と天ぷらとごちそうになりました、本当にありがとうございます。すごい美味しかった。それ内緒にしちゃう、今頃遅いわって。それ内緒だったんだ。あの、後でお金お返しますよ。はい、おごりじゃないです。マレーニョさんワード2、すごいお酒の匂いが、すごい、なんだろう、なんでこんな人いるんだろう。すごい桜とお酒が、桜綺麗だね。桜綺麗ですね。あ、二重にお堀になってるんですか、鶴ヶ洞は。そうですね、二重ですね、言われてみれば、はい、はい、珍しいですよね、普通そのなんか堀とかって1個なんですよ。フジテレ？ゴジテレ中って。違うよ、インターネットだよ。YouTuber ですってね。 YouTuber です。夜ライトアップするから。へえ、あ、花見よ、うん、マレーニョさんワード2。いや、のんちゃんがいたらね、のんちゃんだったらここでどう戦うのか聞いてみたかったんだけどね。のんちゃん戦いのプロなんで、人類最強の女なんで、のんちゃんは。あ、岩戸つえみちゃんいらっしゃい。あ、いいな、鶴ヶ城いいっすね。うん、桜がこう結構低いから、こう目線がちょうどあれですよね。ですよね。かっこいいっていうか、うん、綺麗ですね、迫力があって。ふぐちゃん、若ちょい。若ちょい。うわ、すごい。あ、これはすごいですね。絶対よじ登れないですね。すごい。あ、やっぱ城ってすごいんだな。これを人の手で作ったのか。信じられない。信じられないですね。これは信じられない。だって、こんな高さですよ。皆さん、わかります？あ、ふぐちゃんすいません、あのちょっとリスナーさんがあの堀の高さが分かんないって言ってるんで、ちょっと飛び込んでいただいても。あ、ダメですダメです。やっちゃうからな。ふぐちゃんすぐ乗っかっちゃうから。あとですね、はい、あのここにあれがあるんですよ、はい、一つ小さい鶴ヶ城があるんです、はい、小さい鶴ヶ城。隠れスポット、隠れミッキーみたいな。
え、これ鶴ヶ城なの？これ鶴ヶ城なんです。これ完全に中学生のいたずらじゃないですか。ちょっとでもお城っぽいですよね。お城っぽいですよね。これはあの、はい、後で見ていただくと分かるんですけど、はい、もうクリソツなんですか。はい、だからこれ覚えておいてください、リスナーさん。じゃあフグちゃんおすすめスポット。あれですね、戦争終わった直後の鶴ヶ城っぽいんですよね。おお、ボロボロになって。行きますか。まあそれだけなんですけど、はいはい、かなり激レア、地元の人しかわからない激レア情報ですよこれ、はい、激レア情報みたいな。うわ、なんか橋が、橋がちょっとすごい、なんかちょっとデコボコというか、はい、怖いっすねこれ。橋怖えな、なんかデコボコしてる。ああ、こういう感じなんだ。はあ、そうですね、こっちから電報打ってもあそこにぶつかってまっすぐには入れないというか、そうですね、全部カキカキとなってるっていうか、はい、町も全部カキカキってなってるんですよね。カキカキっとカキ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 九百はよくカキ九百だなって感じでね。そうですね。いや、日が暮れた方がいいんですよね、フグちゃん的には。あのライトアップが、ほら、ライトアップ、ライトアップがされてきましたね。止まらずね。はい。戻ってーです。あー、色っぽい、色っぽい男前。あの、僕ちょっとびっくりしたんですけど、フグちゃん僕が思ってたよりでかいですね。あの、身長結構高いですよ。179ぐらいあるんだよ。ですよね、180近くありますよね。あれと思ってびっくりしたんですよ。僕勝手なイメージで162センチぐらいの人だと思ったんで。なんかよくちっちゃいっていう、ちっちゃく見えるねって言われるけど、小さいと思ってたのにでかかったシリーズで言ったら、ね、ロハコさんの次に衝撃でしたね。ロハコさんも大きいです。めちゃめちゃでかいですからね、ロハコさん。巨神兵クラスですから。おお、幻想的だこれは。いやー、これはいいですね。本当にお城に行くまでに回り込んでいく感じなんですね。うん、フグちゃんでかいっすよ。はい、ワード2、いらっしゃい、楽しんでってください。鶴ヶ城です。合図です。あー、綺麗。そうですね、そろそろ見えてきました。見えてきましたね。あー、かっこいいな。僕お城見るの初めてなんですよ、生まれて。あー、これはいいわ。幻想的です、幻想的ですね。こうちょうど夕焼けのね、落ちていく感じがすごいね、ちょっとこれ。え、なんでカメラが起動した今。はっしゃー言ってた。なんだろう、まあいいや。いや、幸せっすね。あそこに殿様が住んでたんですね。かっこいいね。最後の殿様、松平かたもりですね。松平かたもりさんが住んでたんですか。はあ、これ白虎隊もここ、うおー、あ、意外と遠いと思ったらあれなんですね、近かった。あ、すぐだったんですね。なんか遠近感が狂うな、これ。あと 500m ぐらいかなと思ったら目の前に目の前にあった。はあ、すごいわ。あ、これはすごい。そうですね。すごいな。季節もいい時期ですね、本当に。いいですね。バッチリ桜満開ですよ。桜が満開で。満開です。乗り込みますか。あ、これはすごい。中にも入れるんですけど、中はちょっと撮影が禁止のとこが結構あるんで。はい、ああ、なるほど。あと電波も悪い。なるほど、なるほど。じゃあ外観を楽しみますか。いや、すごいな。何人ぐらい住んでたんだろうな。うわ、すごい、桜とお城ってすごいね。ああ、こういう感じなんだ。これ補修工事とかされてるんですか、何回か。そうですね、あの瓦を今これちょっと見づらくて分かんないですけど、あの赤色にしたりとか。ほうほうほう。あと、そうですね、まあ、鉄筋コンクリートになっちゃったんですけど、あの1回壊れてますんで。でも外観はもう再現をしてるだけ、そのまんまってことですよね。そうですね。すごい、ちょっとなんかピンク色に見えるのがオツですね。
麗だな、すごいわ。クーちゃんさん配信しないですか？あ、じゃあ配信やりましょうよ。ぜひぜひ。ニコ生荒れるんで、あのフワッチで配信します。ニコ生荒れる、なんで詐欺師と絡むなって言われました？いや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 、絶対言われてる。トイレは？トイレは？ふわっちを今から開きます。ふわっちを開きます。いやすごいな、俺はすごい。俺もツーショットでちょっとキャプチャー用にこの辺かな、この辺かな、この辺、この辺。うーん難しい。うーんこうか、こう、ん、どうだ、難しい、こうか。駿河城かぶって、駿河城キャプター、おだす、すごい綺麗だね、びっくりだよ。これなんですか、これはなんか出店かなんか。そうですね、店ですね。ちょっと見てみましょうか。おお、子供が、子供にぐるぐる囲まれてる今。なんだ、暴走族か。子供を 4,5 人にぐるぐる囲まれた今。はい、ワード2、駿河城です。すごい、ちょっと桜色にライトアップされてるのがオチですね、ピンクに白いあれに。いやーすごいわ。お店もう閉まっちゃってんのかな。ふーちゃんツーショットはあの上げてますよ、あのアップしてますよ、ツイッターの方に。なんだろうこれは、何屋さんだろうな。お店もう閉まっちゃってんのかな。自撮り屋、自撮り屋、それいいですね、こういう雰囲気も。これなんだろう、ろうそく、ろうそく、エロうそく、エロうそくのろうそくと、あとまんじゅう、クレープも売ってたんですね、江戸時代、江戸時代の頃にクレープが屋さん。お、すごいすごい、なんだろう、なんかお皿も、なにこれ、なにこれ。なんか新しい、なんだこれ、お皿回してますね、なんだろうこれ。なんか音楽に合わせて、花火ありがとう、楓さんありがとうございます。なんだろう、みんなお皿回してる。ふぐちゃんすごい香水の匂いしますね。何の香水つけてるんですか。香水はちょっと、はい、3年ぐらいの香水、はい、すごい安い香水で、いい匂いしますね、香水の。暗くなる前に本気の、本気の、本気のパフォーマンス見せていいですか。本気のパフォーマンス、やりましょう、じゃあやりましょう。見てみよう、パフォーマンスなんかやんないからね。本気のパフォーマンス、なんかパフォーマンスやるみたいですね。やっぱね、お城って言ったらピエロですからね。何が始まるんだろう、ちょっと見ていこう。ふぐちゃんいい匂いするよ。最後に10分くらいですけども、3人のショーをお見せします。暗くなる前に、秋田の大道芸人ジャグラーのマッキーと、私東京のアクロバットパフォーマージロー今村、そしてですね、キラーのモッキー、ギター演奏ですね、伊織亮です。じゃあね、もう皆さんの手拍子と拍手と、お気持ちでやっていきましょう。ありがとうございます。マッキーがですね、最前列を作りますので、はい、まあ、360度対応してますけども、私の芸は、はい、何が始まるんですか。大道芸人、大道芸、大道芸、そうそう、もう花火ありがとう、カムキンさん、花火ありがとう。クライキの動画とか撮影は全然聞いて OK なんで、動画の明日も無双ですっていうね、動画撮影 OK なんで、マギーちゃんから行く。本当に今日最後になります。もうちょっとで始まりますね。マギーさんどうぞ止めてお願いします。もうちょっと詰めていただけたらありがたい。マギー、ミッキー、ポッキーから行きます。
静岡生まれサーカス育ちクラウンポッキーでございます。木下サーカス修行してますから本物のサーカスで見せてもらいましょう。クラウンポッキーにもう一度拍手を。カメラに入ってサービス精神お願いします。一番前に座ってもいいよという人は座ってください。ありがとうございます。
きたいと思います。強烈なやつ。昨日は調子乗って最後の一ネタ失敗してますね。お父さんだって大変失礼いたしました。近くで見たらお兄さんでした。ごめんなさい。さあそれではちょっとしたバランス芸を皆さんにお見せしていきます。おー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 まだ行きます。よいしょ。あ、別に置いていただいても結構です。はい、ありがとうございます。さあここに全て今からこれを差し込みます。不安定な感じで、あ、来ないよ、どうだどうだ。さあそしておっかないのは僕です。おっかねえんだけど。いや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 、前の人も気をつけてくださいよ。さあそれでは皆さん、この上でバランス芸5秒静止いたします。5秒、 OK。 皆さんカウントダウンをよろしくお願いします。5、4、3、2、1、みんなでいきますからね。さあありがとう。これを一つに、心を一つにいきましょう。おお、あ、駿河城もねライトアップされてますよ。最悪は勘弁してくださいね。明日もありますからね。結構重いですね。皆さん、あの手拍子とか拍手とか盛り上げお願いします。お願いします。皆さん、リズム感でお願いします。
すげえ。すげえな。
合図に愛、ありがとう。もうちょっと拍手いこうか、みんなありがとう。明日もやってます。やばいよ、すごい。行きます？もう。すごいこれ。この赤の燃え上がっていいっすね。やっぱライトアップされてる方がいいっすね。びっくりするよみんな。びっくりするよお城。すごいこれは。これはすごいわ。やば。超テンション上がるよ。超テンション上がるよ。見たい？すごいよ、これは見応えあるわ。夜来た方がいいって言ってた理由分かった。すごい、行くぜ。いやーすごいっすね、かっこいいっすねこれは。いやーライトアップすげえ、すごいわ、綺麗、すごい綺麗。なんで？いいね、すごいっすねこれ。綺麗だな、これは人集まるわ。桜満開でパフォーマンスもあって、ちょっとまだね、完全にさ真っ暗じゃないところがまたかっこいいよね。これはすごい、ピンクに染まってる。本当だね、綺麗だね、なんか空の青とコントラストがすごいいいですね。真っ暗よりもこっちの方が綺麗。こっちの方がいいですね、真っ暗よりも。これはすごいわ、これはすごい、すごい光ってるみたい。本当に光ってるみたいですね。あ、花火ありがとう。花火来た。花火ありがとうございます。いやこれは綺麗、エレクチャーありがとうね。映ってるよね。これはすごいね。いやこれはすごい、綺麗だね。冬場もまた綺麗なんだ。なんかすごいね、お城がライトアップされて、すごい綺麗。いやーよかったな、旅で生きて。あの東京駅とかそういうところでやってるプロ、マッピングみたいなのもやったことあるんですよね。マッピングになったこともあるんですか。マッピングってあの、ああはいはい、マッピング、マッピングのやつ、はい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 、それもや、毎年冬やった。今年はやんなかったですね。ほう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 。あのあれプロジェクターマッピングみたいなやつですね。すごいな。こんばんは、ゆめさん。今ねちょうどライトアップが始まったところですよ。暗くなってきて、夜桜も綺麗ですよ。いい感じに、すごい綺麗。いやいいな、いいっすね。最高っすね。最高っすね、本当に。桜的には
この裏が結構桜が見応えが、それ裏どうやって行けばいいですか？こっちから。そっちからですけど。どっちから行きましょう。行きますか。桜を見に行きましょうだ。いい時期だね、ほんと桜満開の。桜満開の最高の時期に来ました。いいね。人もすごい多いよ。観光で。こんばんは、綺麗だね。うん。いい時期に来たね。お疲れ様です。どうも。楽しんでってください。うわ、桜も綺麗。桜もライトアップですごい綺麗、ほら。やばいね、これ、ほら。満開。白とのコントラストがすごいよ。綺麗だなぁ。こんばんは、楽しんでってください。会津の桜は満開です。すごいね。東京満開からスタートしたのに、どこ行っても満開だね。すごい。いやーすごいね、本当に。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。いやーいいですね。うわー桜もいっぱい咲いてる。そうだよ、ふぐちゃんとコラボです。どうもどうも。グッドタイミングだね、うん、今日しかないっていうぐらいの咲き方ですもんね。多分今日がね本当に最高のわかるっしょ、映像で最高に咲き乱れてるよ。綺麗だな、最高本当にね。五色沼も見て、あれも見たんですよ、あの滝桜も。ああ滝桜も、はい、滝桜は滝桜ですごい迫力がすごいありました。ありましたね。でっかくて、うわすごいわ、これすごい光景だよ。みんな行くよ。もう、ま、桜すごくない？千本桜っすかこれ。千本桜です。皆さん、桜が千本植えてありますね。そうだね、もう関東の方は、うわー綺麗だわー。皆さん千本桜ですよ。千本桜すごい光景だなこれ。すごいね。ちょっとこの光景は圧巻ですね。素晴らしいです。で城ですよ。すごいよ。いやーこれはすごい夢みたいだね、本当に。夢の中って感じのポワーっとですね。酒飲んでないけど酔っ払ってる状態。いやーいいなー、これはいいわ。みんなのシート敷いて、みんなお花見やってますね。飲んでますね。これ一杯やりたくなりますよね、この桜は。いや国宝だよね本当に。だってさ、桜に城だよ。桜に城だよ。こういうの、こういうさ景色こそ外人さんが観光で見に行くべきなんだよ。東京に外人さんいっぱい来てるけど、こういうところをもっとさ、だってこんなさもうボンボンにさ咲いてるわけですよ。満開中の満開だよ、見てよ。桜が綺麗だこと、綺麗だこと。いやこんな景色ないよね、みんなね。すごいよ。ちょっと画質がおかしいかな。ホワイトバランスが強すぎるかもしれない。コントラスト、鮮やかさ、ホワイトバランスかな。ホワイトバランス。あれさ、これくらいでコントラストが、コントラストこれ鮮やかさかな。すごいね、綺麗。ちょっと画質が汚くなっちゃったんで一回切りますね。
薩長軍、あ、すいません、僕薩摩の人間です、すいません、どうもすいません、どうもごめんなさい。薩長軍が来てめちゃくちゃにされたそうです。どうもすいません。いやー綺麗だな、これやばいっすね、やばいっすね、これは確かに酒飲まない俺でも酒飲みたくなるな。あーこんなすごいすごいな、もうちょっとまあ暖かいければもう100点満点ですけど、100点ですけどね。でもまあこのちょっと肌寒い感じがいいんじゃないですか、またその福島の季節を感じられて。ライトアップいいね、こんな感じだよ、お城、桜とお城こんな感じよ。東京とは違いますね、なんか実り方がもうモフって感じが、もうボフってボフってなんかモコモコしてない、モコモコしてますね、こうボリュームがすごいありますね。東京のはもっとこう、なんだろう、こう、あ、間が空いてる感じがする。寒いからやっぱたくましく育つのかな、なんかすごいよね、品種が違うのかな、品種がやっぱりいろいろあるんですよね、ですよね。なんかこうもっこりとこう豪快に咲くって感じだな、うん、人多いですよ、うん、ライトアップすごいな。こっちは何なんですかね、こっちはさっき言ったところに戻る感じです、ね、ははは、どうしましょう、30分ですね。剪定の仕方とかが違うのかもしれないですね、うん、ちょっと違うのかも。一人一つに、うん、名前というか、うん、桜森みたいなのが、うん、桜森いるんですよ。一つ一つに桜に名前があるってことですか？名前というか、こういう、なんか、こう、なんていうんですか、名前が、この人が管理してるというか、はいはいはい、品評っていうか、その、なるほどなるほど、はい、なるほど、なんか一人一人がその桜を管理しててその名前がついてるんだって、だから自慢の桜なんでしょ、一個一個が、そう、桜を守る会みたいなのがあって、一人一人がその管理をしてるんだって、この桜はこの人が管理してますみたいな、すごいね、こういうね、桜に桜をバックにしたね風景とかなかなか見れないもんね。いやーすごいなー、ヒルルクの桜だね、まさに。ヒルルクはこの景色見たんじゃないの、もしかしたら。ドクターヒルルクはこの景色を見たのかもよ。こうやってさ桜を覗いたのかもしれないよ。ね、すごい景色だね、すごいな、いいですね、いいですね、これは、うん、なんか旅いいね、みんなね、やっぱ見れない景色、知らない景色をどんどん見れるもんね。日本にこんな素晴らしい場所があるんだっていうのを再確認できるよね、本当に。俺は東京にいるよりもやっぱ外に出てよかったよ。寒い、ね、地方にも結構いいとこがあって、東京だけがなんかこう縮小された日本という感じがしないでもないですけど、うん、でも地方にもこういうまったりは、まあ、今は混んでますけど、こういろいろ見るところがあって、捨てたもんじゃないどころかもう本当に宝ですよね、ずっと昔から変わらないのをずっと守ってきてるんですもんね、いや旅はすごいっすね。もう今日だってツイッターでさ、五色沼の写真見た、ツイッターで五色沼の写真見てみて、ツイッターに写真上がってるからすごいよ、五色沼見た後にこのね、鶴ヶ城ですよ、すごいよ、
コンボだよコンボ。自然の後にこう人工物の美しさ、人工のこの堀とあと城と桜ですよ。すごい光景だよ。千本桜も見れたし、ねえ。ここ鶴ヶ城で結構自撮り棒持ってる人いるんですけど、一回自分あの自撮り棒が流行ってない時に自分一人でこうやってたら、何やってるんだね君はということで、あのすごい警察にあの職務質問されまして。トレンドリーダーだから、トレンドリーダーフグちゃん、フグちゃんトレンドリーダーだから、そう時代が追いついてなかったんだよそしたらもう禁止になっちゃったんです一時期。へえ、自撮り棒が、自撮り棒禁止ってなって。へえ、でも今やってる人結構今、じゃあフグちゃんが禁止に禁止しちゃったのトレンドだな、トレンドリーダーだなフグちゃん歴史を感じるよね。五色沼すごかったでしょ。いやいいね、2日でこんないいところ回れて、本当に美味しいものも食べれてすごいよ。どうでした、満足いただけましたか、癒されました。でこういうねやっぱ配信もいいよね、映像で楽しむっていうか、なかなかねカメラだと臨場感は伝わらないけどさ、そこまでリアリティはないかもしれないけど、なんかね感じ取っていただけると嬉しいですね。 YouTuber じゃないっすよ、要は満足じゃん、ありがとう。やっぱりYouTuber 有名ですね。 YouTube、 みんな YouTuber って言いますね、みんな YouTuber って言いますね。じゃあこの辺でお別れしますか皆さん。ふぐちゃんとコラボで鶴ヶ城に来ました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。アイテムくれた人ありがとうね。また明日、今日今から郡山に戻って一泊します。のんちゃんと今日はお別れします。そこでありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。